エレちゃん。さあ、というわけで今週も始まりましたエレちゃんのお時間でございます。よろしくお願いします。いやいやいや、これは何週間ぶりのエレちゃんなんでしょうか。わからないですけども、あ、改めましてナビゲートはシンガーソングライター岸洋介です。よろしくお願いします。はい、ということで今週はとんでもスペシャルゲストが来てくださるんですが、ちょっともうすぐ時間なので僕電話してみたいと思います。もしもし、こちらチューネイク、聞こえるか？聞こえます。聞こえます。お待ちしております。了解。はい、時間には必ず到着する。待ってます。耳が幸せだ。というわけでチューネイクさんが来てくれるみたいです。いやー、今日はね、だから本当にすごい方がいらっしゃるんですよ。まあ電話してたんですけど、本当楽しみで、僕自身もちょっとね、久しぶりにお会いするんですけど、待たせたか。チューネイク、チューネイク、チューネイク、おう、久しぶりだね。大塚明夫さんでございます。どうも皆さん、こんにちは、大塚明夫です。まずちょっと一つだけ、僕ちょっと本当こんなことやらせてすいませんでした。いや、何やってんだ。ありがとうございます。いや、僕も今までこういうことやろうかって言いながらボツになってきたんだけど、もういいんじゃないかなと思って、それでやらせていただきました。もう永遠にエレちゃん続けたいと思います。あくまでもチューネイクだからね。間違いない。スネークじゃないよ、はい、チューネーク。ありがとうございます。いや、改めて明夫さんは僕宇宙戦隊キューレンジャーで、はい、相棒という形でね、はい、スティンガーとチャンプ で、はい、チャンプでね、お会いさせていただいて、もうそして初めて明夫さんとちゃんとお話しさせていただいた時に、アフレコの時に、うん、これから明夫さん入りますっていう前に、僕その東映 の3階で多分声入れるんですけど、2階に喫煙所あるじゃないですか。明夫さんに挨拶しに行った時に、かっこいい葉巻吸いながらおはようって言ったの。俺それが最初で、もうめちゃめちゃ、なぜか不思議なんだけどさ、はい、普通に喋ってんだけど、はい、みんなそれを真似する時はおはようってなる。でも普通俺おはようって言ってるんだけど、はい、おはようってなるんだよ。あれなんでだろうね、みんな。そういう風に僕らは多分聞こえてるんだと思います。なんでそれ聞こえるのかね、不思議なんだけど。いや、でも本当今でもやばいでしょ、皆さんもう声、もう耳がね、もう僕相棒だからね、言っとくから相棒だからね。キューレンジャー見直してくださいね。ということで今日はぜひ明夫さんに来ていただいて、はい、何をやるかというとですね、はい、逆に、うん、ちょっと YouTube で今まで、うん、バズったものを、うん、明夫さんと二人でやってみるっていう企画でございます。思いっきり、うん、定点カメラで、うん、本当に YouTube の方っぽくやってみたいなっていう企画でございますので、はい、どうぞ一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。エレちゃん、はい、というわけで、明夫さん、はい、まず一番最初にやることは、はい、アルミホイルでボールを作るっていう、うん、ボールを、はい、ね、YouTube ですんごい流行ったんですって、一時期。へえ、これもしかしたら結構時間かかるかもしれないんです。あ、そう。もしかしたら大塚明夫さんがまさかの早送りになるっていう、世の中であんまりない映像があるかもしれないですけど、明夫さん、じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、で僕も、うん、あんまり分かってないんですけど、でも多分丸いもの作るからぐちゃってやって丸めればいいのかなって思ってる。まあそうだろうね。そうですよね。なのでやります、ぐっちゃぐちゃに。本当これいいの？なんか贅沢しちゃってる気分よ。ねえ、うん、昔育ってるからそういうことしちゃいけないんじゃないかっていう罪悪感が俺を苛むんだよ。あ、いけた。取れた取れた。そしたら明夫さん、これを多分ひたすらに叩いていく感じだと思います。
やってみましょう。おお、え、すごいすごい、確かにちっちゃくなる。丸になんないなんないやこれ最高のだ。秋代さん、こういう細かい作業とか得意な方ですか？得意だった覚えはないんだけど、でもなんかいいね日常を忘れられて芝居とかさ、はい、あのいろいろ頭がこう煮詰まって動けなくなると、はいはい、麻雀をするんだけど。おお、あ、そうなんですね。麻雀をするとその全部取り替えられるから、頭の中を一回。はいはいはい。パチンコだとダメなんだよね。あ、ダメなんですか。こうやりながら考えちゃうからさ。考える余裕ありますもんね、うん、あれ確かに。麻雀はね、いい、次の人を待たせられないし。ああ、麻雀を考えてやんなきゃいけないし。そうそうそう、ね、そこに集中してないとダメだから。あ、そうするともうなんかこう、あそこの芝居がどうもうまくできないなんつって言って、はい、こう悩ましい時でも逆にそうやって一回頭の中を入れ替えると新鮮にできたりする。え、じゃあ結構あのストレス解消じゃないですけど、それで麻雀とかやるタイプですか？タイプだね。へえ、秋代さん麻雀やるんだったら麻雀覚えようかな。覚えな、面白いですか、うん、やっぱり僕の奥さん強いよ。ねえ、うん、麻雀ほんとやったことないの俺。ここ最後のとこご飯粒とか入れたいんだけどダメかな。めくれてきちゃうんだけど。わかります。皆さん退屈だと思いますが我慢してみてください。リズミカルな方。岸くんの鼻くそとかここに詰めればちゃんとくっつくってことですね。そしたらそれをあの岸くんの鼻くそ入りボールをですね、やめてください、秋代さん、抽選で誰かに。秋代さん秋代さん、うん、25分経過しました。おわ、見してみましょう。じゃあちょっと皆さんにこんな感じです。どうぞ。秋代さん圧倒的勝利だわ。というわけでやってみましたけど、秋代さんいかがでしたか？もう楽しくて楽しくて本当ですか、うん、こんな25分間秋代さんにこれこう叩かせたの多分僕らだけですからね、本当に。ちょっとこれはでも意外と丸になるもんね。なるもんだね。というわけで、大塚秋代さんとやってみた第1弾アルミホイルボール作ってみました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当だったら YouTube これで終わりなんですけど、うん、あのこの YouTube で1個なんで、うん、まだまだ企画やっていきたいと思います。じゃあ次の企画いきたいと思います。エレちゃん、さあ秋代さん、続いては、はい、ビリビリジェンガっていうのやります。はい、俺これやったことないんだよ。ジェンガ自体をですか？うん。お、取っていくんだもんね。はい、中から取ってって倒れないようにしていくと、うん、で倒れた方が負けって感じなんですけど、このビリビリね、低周波を、うん、この腕に流してビリビリした状態で取っていくっていう形です。あ、なるほど、はい、だからうまくできないから面白いんだ。そうだと思います。 OK、はい、でただ、罰ゲーム、うん、このなんかいろいろ話があるやつ、負けたらそれをやると、もしかしたら秋代さん初めてエッチした話っていうのが出てきちゃうかもしれない。 あまりにも遠い昔なんでね。わかるかな。いっぱいあります。悲しい話、うん、一番腹が立ったこと、うん、笑える話とか、これ負けたらサイコロ振って話すと、うん、じゃあちょっとやりますか早速。でこれじゃあオンして、オン、はい、で腕、腕で強さはとりあえず5にします。1、2、3、4、5。分かった、秋代さん、これあつけてる、え、大丈夫ですか、うん、ピップ来てます、来てるよ、来てる来てる、俺すごい、俺来てるんだけど、うわー、なんだよ、どうしたの、あ、来た来た、おちょっとやらしくない？来てます。来てます。来てます。
じゃあやっていきましょうか。明夫さん、じゃあじゃんけんで先行後攻決めましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、これでしょ、よし、じゃあ僕先行いきます。はい、え、これマジでむずいかも。え、あった、あ、ダメだ、これ指は1本しか使っちゃいけない。いや、何本でもいいです。ただ僕全然す、あ、やばいやばいやばい、やばい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 、はい、で、そしたらこう上にこう乗せていく感じですね、うん、じゃあ終わんねえんだ、終わんねえ、誰かが倒すまで。そうなんです、明夫さん、だから軽いとこをこう指でちょっとちょんと触ってみるっていうのが一番です。あ、早っ、取れた、はいはい、あ、あ、でもここ怖いな、もうやっちゃおう。ああ あれ、なんか俺すげえ強いけどこれ。あ、怖いな。おお。あるよこれ。明夫さん？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 はい、取れた。ちょっと待って、もうこれ明夫さん、俺手が、あ、危ない。明夫さん、明夫さん、俺なんかすげえすげえ運動してる。はい、どうぞ。ちょっとやばくないこれ。おお。いやー、これタイミングだな。はい、タイミングでこのこれのさ、波があるじゃん。そうなんですよ、今僕、うん、絶不調です。あ、おお。あ、危ない。そんな可愛い声の明夫さん初めて聞いた俺。あ、やばいやばいやばい。ああ。ちょっと待って待って待って。これもっと強くした方がいいんじゃないの？強くしましょうか。ね。じゃあ何番にします？8までいこうか。8までいきますか。そうしないといつまでも終わんない気がする。いや、でもなかなか難しいな。でもいや、これ結構やばいっす僕。明夫さん、なんで明夫さん平気なんだ。平気じゃないよ、平気じゃないです。明夫さん、あべ、見えないんだよこっちな。なんてこれ。明夫さん、やばい、これはやばい、これ面白い、これ面白い。お、落としてもいいの。大丈夫です。あ、怖え、これ面白い。お、収まった、収まった。あ、ダメだ、危ねえ。モードが変わる合間が、あ、いいね。いいね。モードが変わる合間がさ、一瞬の隙があるんだよ。そうですね、1秒ぐらい今。お、うまいな。これ結構僕人生の中で、あ、もうここ置くのが一番やばい俺。やばいでしょこれ。置くのが一番やばいんだよ。危険すぎる。あ、行って行って行って。おお、なんだ。違うのが来たぞ。あ、これやばい、これやばい。あ、ダメだこれ。お、あ、
すぎるこれ。ダメなのか。ノーカットでお届けしたい。硬いなこれ。あこわ。あった。ああちょっと待って、俺揺れてる。こいつも揺れてる。社長がめっちゃ笑ってんすよ。おーしよしよしよし。怖え。何なんだ、言うこと聞いてほしい。なるほど、上攻めましたね。あ、うん、え、あっあったあった。怖すぎるな。なんだこれ、ひねりが加わったぞ。これは、あ、おお、取れた取れた。ああよし、切り抜けたぞ。あ、来たね。およしよしよし。硬い硬い硬い。おお、マジか。うわ、うわ、これだ。これなかなかギリギリですよ、今今我々。ああごめん。やべやべ。おとなしく向こう側に入れておけばよかった。負けました。いやすげえこれ。あきよさんこれ。へい。ちょっと面白かったですね。面白いねこれね。ちょっと面白かったですね。面白い面白い。エレちゃん。よし、じゃあ行きます。どうぞ、はい。悲しい話。悲しい話。悲しい話か。はい。悲しい話だったな。エッチなのが良かったな。悲しい話。悲しい話。はい。まあね、この悲しいとかそういうのは皆さんそれぞれツボが違うんで分かりませんが、はいはい、僕が、まだ若い頃ですね、最初の妻と、離婚しましてですね。おで、はい、妻が出ていったそのうちにずっとしばらくいたんですけど、はいはい、小劇場とかで大活躍している高知大和っていう役者がいるんですよ、はい、その彼が東京で芝居をやるのにこう稽古する場所がないと、稽古する期間に泊まるところがない、はい、じゃあうちは広くて、はい、部屋が余ってるので、うん、うち泊まってろと言ってしばらくうちに寝泊まりして稽古場へ通ってたんですけど、はい、掃除をしといてくれたんですね、僕の留守に。お、はいはい、で妻と暮らしてる時に古い家だったんで風呂桶がタイル張りの古いやつ、はいはいはい、ちょっと水が持ってきたりしたんでこれはもうダメだなと思って、はい、大家さんに言って、はい、桶取っ替えていいですかと、はい、でステンレスの綺麗なやつに取り替えたんです、はい、掃除をしといてくれてですね、はい、僕が帰ってきてら、はい、その風呂桶がピカピカのステンレスだったのに、はい、なんか艶消しになってるのね。なんだこれどうしたって言ってら、その置いてあった床を掃除するデッキブラシで、はい、お風呂を全部こすったらしくて、それまで入るとその自分の大切なところがこう風呂桶の内側のに映ったりして、それがとてもなんか楽しかったんですけど、それが映らなくなってしまった、艶消しになってしまった、それがとても悲しかった。滑らんなですねこれは。悲しい話だからね、面白い必要はないんだよ。そうなんですね、やっぱ面白くしてくださって、はい、ビリビリジェンガと大塚明夫さんの悲しい話。
でございました。じゃあ、秋夫さん、はい、まだまだ終わりません、はい、もっとやろう、もっとやろう次行きたいと思います。どうぞどうぞ。エレちゃん、はい、というわけで秋夫さん、はい、次は気配斬りっていうのをやります。目隠しなので、うん、まず秋夫さんどんな目隠しになるのかちょっと後ろでつけてちょっと見てもらっていいですか、見せてもらっていいですか。ちょっとチャーみたいになってる、チャーみたいになってますね、秋夫さん。こういう感じですね。なるほど、はい、じゃあ僕も行きます。よしよし、よし、もうちょい下げよう。あ、はい。大丈夫ですか。怖い怖い。今からじゃあ気配斬りやりたいと思います。はい。秋夫さん三本勝負にしますか。じゃあ。いや、三本あると思うと緩む。じゃあ一本でいきます。一本でいこう。よし。じゃあ一本勝負。よろしくお願いします。お願いします。よし。いきます。用意。始め。怖くて動けない勝負あり。どっち？俺の負けだよ。俺が叩いたのは壁だった。勝者、岸陽介。秋夫さんがブルンブルン振るから、俺これ本当食らったら死ぬと思って。したら、もうブンブンって言うから俺もやばい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 。まさかそういう風になってるとは思わなかった。いやー悔しいね。まあでもあとね2本残ってるから。あと2本、うん、あれ3本って言ったじゃん俺が3本って言って、でも秋夫さん、うん、でもそれだとだらけるって。あれ、秋夫さん3本勝負にしますか。じゃあ、いや3本あると思うと緩む。じゃあ1本でいきます。1本でいこう。よし、じゃあ1本勝負。そういうふうに言ってたけど、はい、俺は3本のがいいと思ったんでだから3本ね。わかりました、日本選手した方が勝ち、はい、だって言えってスタッフが言うんだもん。その通りです、すみませんでしたよし、じゃあ目隠しをしたので、目隠しをしたので、じゃあ連れてってもらう感じで。そうそうそう、ぐるぐるぐるっと回って場所が分かんないようにしてもらってた。はい、2本目用意始め。本気出しちゃったよ今。頭だったね今。すっごっ。完全にゲームオーバー。え、今どんな感じだったの。俺結構避けてたつもりだったね。え、着々と俺は詰められてた。ラストでしょ、秋夫さん。一勝一敗、はい。
用意始め。どうだった今。最初どっち入ったんですかね。審議？審議しましょう。これめちゃ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 怖いよこれ。いやこれ。すごい。え？何がすごかったの？なんか二人とも余計です。マジで？すごい戦いです。ウソ。本当。これエレちゃん、審議の結果、はい、引き分けと引き分けことになりました。あ、今映像を初めて確認映像初めて確認しましたけど、はい、やっぱあれっすね、見てる方が面白いですね。あれ、あ、やってる方は大真面目だからね。 やってる方怖くて怖くて、だってみんな分かんないかもしれないけど大塚明夫が迫ってくるって考えてください。めちゃめスネークが、はい、スネークが、チネークが、チネークね、チネークが、うん、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。この後ですね、秋尾さん、はい、まほろばというお店に行ってですね、はい、ちょっと今まではこう YouTube っぽくやらせていただきましたけど、はい、後半はちょっと秋尾さんの好きな葉巻とかお酒とか、うん、飲みながらですね、はい、ちょっとお話しさせていただけたらと思っております、はい、よろしいでしょうか。はい、エレちゃん、じゃあ、今週なのかこれが2週になってるのか3週になってるのか分かりませんが、今回のエレちゃんはここまでということで、はい、以上、また来週もお楽しみにということで、またね、また来週。エレちゃん、うちの死んだ親父がね、はい、僕が芝居やってんのを見て、お前声の仕事やってみるかって言うから、うん、やる。へー、どういうスタンスでその若い頃やってらっしゃったのかなと。うるせえガキだなってきっと思われたと思うし、うんうんうん、だからよく今まで生きてこられたなと思ってんだけど、この間もスーパーで白人の女の人が、はい、ね、そうなんですか、うん